図形の方程式第四回二点間の距離の応用中線定理の証明今回の課題ですこれを抽選定理と言いますパップスの定理という場合もありますがパップスの定理は他の内容のものもあるので。 中線定理といった方が伝わりやすいでしょう。さて、座標を利用して、と書いてありますが、図には座標軸が書いてありません。では、どうするかというと、座標軸をどこに書くかを自分で決めるのです。前に、三角形の重心の座標を求めたときは、三つの頂点の座標との関係だったので、それらを 特別な値に固定するわけにはいきませんでした。それですべての座標を独立した文字にしましたが、今回は長さの比較ができればよいので、辺の長さ、つまり2点間の距離の計算ができるだけ簡単になるように座標軸を設定すると考えればよいのです。つまり、例えばこんな風に座標軸を書いてもいいですが、 座標軸をどこに書いても図形の長さには何の影響も与えませんね。ただ、それを表す式が変わるだけです。それなら、その計算ができるだけ楽になるような座標にした方が良い。ということなのです。そのためには座標に0が入ると距離の計算は楽になりますから。今回は、 それを意識して座標軸を設定します。これで M が BC の中点という条件が取り込まれています。また辺の長さに関する一般性の確保という点では二等辺三角形とか直角三角形という特定の性質は持たせないよう頂点 A は自由に動かせるようにしてあります。 ただし A の Y 座標 B が0だと三角形はぺしゃんこになってしまいますから B は0でないとしますまた C が0でもいけません C が0だと B も C も原点に行ってしまいますそれでは準備ができましたから証明を始めますまず 等式の左辺を座標で表します。次は右辺です。丸一と丸二より。いかがですか。図形の証明というより。 ただだ計算をしているだけの印象ですね。なお実は B や C が0でもこの計算はそのまま成り立ちますさてこの計算だけで図形の性質が扱えるというところが図形の問題に座標を利用することの大きなメリットなのですこのアイデアは主に デカルトという人によるものです。こうした図形の調べ方をする学問を解析幾何学というのですそれに対して中学校から学んできた図形の調べ方を初等幾何学と言います試しに他の座標軸の設定でもやってごらんなさい ここに、左下の B を原点にした座標軸も書いてみました。この時、C と M の座標の置き方を二通り、赤と青で示しておきます。初心の時こそ、こうした違いを経験しておき、それぞれの違いを実感しておくべきでしょう。左辺と右辺が等しくなれば、多分、 計算は合っていると思いますから、ここでいちいち示さなくてもいいでしょうそれでは、これで終わります。次の学習に進んでください。